最大の難所天堅親不知、行ってみたいと思います。でここがね、親不知コミュニティロードで、旧親不知トンネルというのがあるらしいです。ちょっと行ってみましょう。でね、昨日ちょっと雨降ったんで、道がちょっといやいや危ないですけども、すごい怖いです。すごいね。平日の朝の今も6時過ぎました。ですから誰もいません。すごい本当に。そこですよ、通ってきたわけですからね。でもこの辺はあれですかね、長野の、中央構造線ら辺みたいな感じで、地盤が脆いというわけではないんじゃなかったかな。あ、でもフォッサマグナがすぐ近くにあるんだよね、確か糸魚川。あ、でもあれがやっぱり中央構造線か。まあそれは後でちゃんと調べます。いや、これすごい、こんなところをすごいね。いやーすごい、こんなところを通ってたんですか、北陸本線は。うわー、公園真っ暗。海岸の方に降りてみましょう。昔の人はこの海岸線を歩いてたわけでしょう。で、この道が険しすぎて親子連れで歩いたとしても親はこう振り向けないし、子供も必死すぎて親を向けないって言うんで、親知らず子知らずというらしいんですけど、これも、ちょっと軽く聞いただけなんでちゃんと知らないんです。これ結構急な階段ですよ、これ。これは、気をつけないとちょっと滑りそうですね。丸っこい石が多いですね、やっぱりこの辺海岸に打ち付けられてからね。それでも砂浜じゃなくて石なんだね、こんなでっかい。いや、すごいこれ。
ですか。本当に。いや怖い。じゃあ一旦ですね、さっきの場所に戻って、親知らずコミュニティロードっていうのを歩きたいというふうに思います。いやこれまた登るの大変ですね。これがですね、旧国道8号線ですね。通ってきたんだからね。で上に見えるのはあれでしょ、北陸自動車道でしょ。ああいや大変だったよ本当。向こうに佐渡があるらしいです。さすがに見えないですけどね。このごとく矢のことしてて、いや昔はこの道を、車とかが通ったんでしょ。これはですね、駒止めってやつですね。昔の、いわゆるガードレールみたいなもんですけど、こんなにすぐ落っこっちゃいそうですよねこれ。落石じゃなくてあれか、なんか大きい石かな。あ、ここがそうなんだ。矢のごとく、あ、戸のごとく矢のごとく。はあ。あ、なんか書いてある。波激しす足元先客親知らずって書いてあるのかな。あ、これね、戸のごとく矢のごとく。すごい、あんなとこに掘ったんだね。こうさ、夜街灯もなくスピード出して突っ込んでったら、もう向こうね、怒ってきてね、よく事故が起こってたっていうのをなんか見たような気がします。先にちょっと親知らず、鉄筋が飛んでるさっきの出口を見に行きましょう。またこんな階段かよ。あ、さっきのトンネルのとこも結構降りたしね。それで言ったらまあトンネルの中でそんなにね、上り下りはないだから同じようなところから出てくるわけですよ、ね。結構降りるな、こんな下ったっけか。あ、そうか、向こうよりもあれか、こっちの地表面が上がってるから降りる高度が。あー、危ない、滑りそうになりました。危なかったです。現国道8号も向こうからこっちに上がってきてたもんね、上り坂だったもんね。危ない、滑った、危ないわ、ここ滑るわ。
結構あの滑りますんで、皆さんも気をつけてください、ね、もし来ることがあれば。はい、これがさっきのトンネルのこっち側ですね。うん、ね、トンネル自体は、上り下りの勾配はないですね。で、北陸線がこうでこう通じたんですね。ここから先は鉄橋だったんですかね。あ、鉄橋ですね。橋脚がありますね。橋脚というのが、まあ、橋の台ですね。これもそうでしょう。ここにあるんですかね。いや、すごいところに鉄道を引いたんですね。本当にトンネル行ってきました。で、また旧国道8号に沿ってちょっと歩いていきましょう。この道は明治16年1883年に開通して、昭和41年にさっきのトンネルが、あの時のトンネルがなんか公園の中を通ってね、開通したんですね。昔はだから今みたいに大きい、ダンプとかトレーラーとかまあ、なかったとしても、そういう物流を担う車がこの道を通ったんですよ、昭和41年までは。面白いね、これね。まあ、一応2車線分あんのかな、これ。はい、そこからですね、原動につながるわけですね。前はだからこう行ってこういう風に繋がったんでしょ。で、すぐあのドームを見せる。はい、親知らずのコミュニティロード回ってきました。はあ、あの北陸、旧北陸線のね、あのレンガのトンネルとかも見れました。登ったり下ったりで結構大変でした。で、一旦ですね、またお宿に戻ってですね、朝飯食べたいと思います。はい、ここですね。さっき通ったところです、ここです、はい。あ、明るければそうね、まあスリルはあるけども、ですけどすごいよね、これ。ここでこんなカーブだかんね、これ。結構ここ下ってるわ、スピード出ちゃいそう、うん、危ない。いや、すごいとこだ、ほんと。これのあのなんか旧道が
宮道、あの道門をできる前の、宮道があるらしいですけど、ちょっと今日はそれを探索してる暇はないんで、多分こっちだろうねこれ。